こんにちは、つつじゅんこです。今日はね、ビクティニーやろうと思います。今ね、育てたいポケモンはこんな感じですね。バンギラス、攻撃力80ね。で、ブリガロン、これは70ですけど、連撃っていう特性が使えるので、これはね、後々レベル上げといた方がいいかなという感じで。さらにディアルガね、ディアルガも攻撃力80でブロック崩しプラス、非常に使えるポケモンを3人入れました。で、メガ進化で、一応ね、これは倒す用のメガ進化枠で、闇ラミレベル6と、こんな感じで、ちょっとね、非常に弱いので倒せない可能性があるんですね。倒せなかったら王冠がつかないので、経験値はもらえるんですけどね、王冠がつかないので、もったいないので、その分、手数プラス5を使おうかなと思ってます。それでね、月曜に更新してから今までずっと動画出してなかったんですけど、ずーっとね、ニャースやってました。空き時間は全部ニャースやって、ようやくね、7万2000まで増やしました。いやー、何遍もニャースでね、戦ったことか。最近ね、ローブシン入れてからね、全然安定しなくなっちゃった。落ち込んでね、倒すようになっちゃいました。なのでね、増加スピードはかなりね、緩やかになっちゃってますね。皆さん、うまくいってますか、ニャース？最近ね、失敗が非常に多いです。落ち込んで全部倒してしまうっていう展開が多くて。さあ、経験値 1.5 倍もちろん使って、手数プラス5もね、一応使っておきます。倒せなかった時非常にね、悲しいので。それじゃあ行ってみましょう。まずはそうですね、いっぱい消さなきゃいけないんで、ここら辺ですかね。バンギラ揃えて、落ち込んで闇ラミが落ちる。いいんじゃないですか。次はここかな、闇ラミかな。次はここかな、ディアルガを消して闇ラミが落ちる。はい、 OK。 やっぱりね、ちょっと倒すのは難しいかもしれないね。残り4手で全部減らさなきゃいけない。一応ね、今回は保険で手数プラス5使ってますけど、厳しいね。よく考えて今プレイしてるんですけど。さあ、バンギラス消していきましょう。こっからのね、落ち込んだよりになってくると思いますね、もしノーアイテムでいくんなら。ディアルガを消していきましょう。お邪魔消し。ちょっと今ずっと考えたけど、いい場所が全然ないですね、これね。ブリガロンでも揃えとくか。あ、ギリギリ倒せる感じだね。これは倒せましたね。手数プラス5を使わなくてギリギリで倒せる感じだと思う。まあ、ディアルガあたりを揃えて大丈夫かな。あ、揃えられなかったね。闇ラミの方が良かったか。一応手数プラス5使っといて良かった的な感じですかね、これは。まあ、800にそこまでの効果が、800コインでね、王冠がつくだけですから、そんなにいい、そんなにいいかもしれないですけどね。じゃあ、ブリガロン揃えて終わりましょう。倒せませんでしたね、ギリギリ。さあ、レベルよ、上がれ。ピューン、上がれ。おお、上がったね。今日はブリガロンに王冠がつきました。レベル5のレベル5の9割ぐらいいったかな。すごいね。でも闇ラミが全然上がってくれませんでしたね。レベルも上がってない。はい、やっぱりね、ビクティニーはレベル1のポケモンをね、上げるのにすごい気持ちいいですね。ピューンと一気に上がるんで、これからもね、このポケモンたちは大事に育てていきたいと思います。それじゃあね、最後、まあおまけ的な感じで、いつものニャースをやって終わりましょう。ディアルガだけレベル上げ要因で入れときましょう。まずはそうだな、ちょっと位置が非常に悪いね、これはね。ベロリンガにしようか。ベロリンガをまず持っていきましょう。はい、そして、あー、すごいコンボ吸っちゃったね。これはちょっときついので、あー、4マッチと思ったけどコンボしちゃいました。
こういうのが本当に多いな。ローブシンあたりがコンボしちゃうとね、本当に一気にニャースの体力が減ってしまうんで、じゃあ入れるなって感じなんですけど、最後ね攻撃するとき非常に使えるんですよね。またコンボした。これまた4マッチじゃないとダメですね。ギリギリ残ってくれたから助かりました。5マッチがねなかなか揃えられなくなってます。あ、間違えた4マッチしちゃいました。今パッと考えないでやっちゃって、ちょっと失敗しちゃいましたね。ということで今回は、4マッチが2回と失敗の10コインだっけ30コインだっけが1回でしたね。5マッチがね綺麗に決まるとかっこいいんですけど。はい、それじゃあ今日はね久しぶりにベクティニのレベル上げと通常ニャースをね動画に撮ってみました。あんまり参考にならなかったかな。でもね今ようやく7万3000まで貯まってきたんで、またね更新日までしっかり、コインね貯めて、更新日にはねバンバン、いろいろね動画出そうと思うんで、よかったらねまた見てください。明日のねイベントニャースももしかしたらやるかもしれません。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。土の子でした。